この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube ということで、はい、我々仲間がいる YouTube がワンピの実、We are替え歌を考えて歌うという企画をやらせていただきまして、はい、高橋くんの素晴らしい替え歌と、のすけくんのうるさい替え歌で、ただ見てない人ね、ぜひ、はい、再生リスト等から見ていただければと思いますが、はい、まあ、その動画の中でもあったんですが、はい、スペシャルメッセージね、はい、VTR 見たじゃないですか、はい、北谷さんからの、はい、あの日、まあ、ちょっとダニ暇そうだったから、はい、ちょっと話そうよっつって、はいよっつって、レジェンドすごいノリさすがです、さすがだな、ちょっと話してきたんですよ、はい、ほうほう、まあ見てよダニーと所長のランデブをさもうフランク超フランクに話してきたから、はいはいはい、では所長×北谷さんのインタビューです、はい、よろしくお願いします。北谷さん、はい、この度はお忙しいところこんなインタビューを受けていただいてありがとうございます。めちゃめちゃ変身抵当じゃないか、よろしくお願いします、はい、私が仲間がいる YouTube の所長という、はい、名前でやらせていただいております所長でございます。はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いや、本当に今回は、はい、ワンピの実の替え歌を歌われたということで、はい、僕も聴かせていただいたんですが、はい、どうでしたか、実際歌われてみて。サビの頭からじゃねえんだってまずそれが思います。確かに、ね、一応やっぱキャッチーなというと、そこがみんな行くところなので、うん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 、後半部分だったのでちょっと意外だなっていうのがありますね。確かに、うん、考えつかなかったんですかね、スタッフさんも。ポイントとなった部分とかってありますか、はい、結構歌ってみて。そうですね、やっぱこういかにオリジナルな感じでって最初は言われて、ポケットのコインっていう感じがちょっと優しくこう包み込むような感じなんですけど、まあ一旦やってみるとやっぱな、もうちょっと元気な方がいいな、みたいな。ちょっとこう CM に用のというか、はい、そういう細かいディレクションみたいなのもね、ちょっとありました。まあ面白かった、面白かったです、はい、よかったです。本当にちょっとね、無茶ぶりだなってこう最初見た時は思ったんですけど、いや受けた時とかどうでしたか。いや、でもこういうのは非常に楽しいと思います。一番聞いてて笑ってしまったのはつむつむ。そうつむつむはどうでしたか、歌われてみて。つむ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 はいいんですよ、これはいけるますよ。あ、5回、はい、うんうん、これの倍ですからね、1回目やってつむ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 。あの、俺基本的にあの滑舌あんま良い方ではないので、いやいやいや、つと無やったからまだ良かったのね。これ差しとか差しすせとかつとか入っちゃうともう息抜けちゃってダメかもしれないから。5回バージョンと9回バージョンがあったということで、はい、最初どっちを取るかは歌ってみて決めようみたいな感じだったんですか。そうだと思います。あ、なるほど、うん、だと思いますね。とりあえず2個取ってみて。そうですね。しかも聞かせていただいて、うん、ハモリを、ハモリハモリ、うん、あれは北谷さんから。いや、あれは本当の部分のハモを、うんうん、あの歌詞に変えてちょっとやってみただけですあのクオリティであれば。でもスタッフからこうハモってくださいみたいな、うん、やっぱそういうのはあったし、一応あって、自分としてもやっぱは絶対あった方が派手になるし、あ、うん、それこそあのウィーアー感が出るというか、うん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 、ワクワクドキドキ感が出るかなって思います。うん、高い声がの要素、うん、僕の要素にちょっと入ることによってまたちょっと明るさが増すというか、うん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 、それでシュメロをまた押してくれるというか。この後、はい、ちょっとその仲間がいる YouTube の、うん、メインの、うん、高橋くん、のすけくんがですね、一応替え歌を考えて、うん、歌うんですよ、うん、後出しでこれ二人なんとかなるのかなっていう心配はあるね。高橋くんは一応その自分の YouTube では歌ってみたとかやってるんですよ。で、将来の夢が、うん、ワンピースの主題歌を歌うという夢を持って活動を、ライバルと。うわ、ちょっと待って、ライバルだって。いや、ちょっと恐れるか、お前。キュッてなって、泣いてるもんですよ。よく泣くんですよ。もうやばい、マジですか。よく泣く、泣いちゃうんです。今泣いてないの。キュッてなってる。ありますよ。終わりめっちゃ泣きますよ。何回見ても泣くシーンってあるじゃないですか。例えばどのシーンとか。言っていいですか。もちろん、こう、もう。僕はですね、はい、ベルメールさんだった。本当にここまで愛せる人って思った時、うん、なんかもうおっさんの涙腺は夜になっていや本当にまあもちろんだって死んじゃうってことですよ。アニメのワンピースのあのシーンとかって分かりやすくてすごく胸に小田先生最高。小田っち、小田っちよくやった
私たちね、才能あるんですよ、あいつ。あなんですか、それ。あいつね、なかなか才能ある。急に偉くなった。こんなこと言って怒られちゃうかもしれませんね。めっちゃ怒られる。一応ちょっと質問のね、あの案で出させていただいてて、はい、ちょっと多分スタッフが悪ふざけしてると思うんですけども、いいです。替え歌の歌詞で、はい、どの部分に一番思いを込めましたか。俺映像的にはですけど、はい、やってて、はい、ガシャポン回してのところを、うん、やっぱガシャポン回してる感じに自分の中では思いながら歌いました。ガシャポン回す、はい、こう出ろっていう気持ちを、ね、この時代から今どうなってるのか分かんないけど、はい、その10円だったら10円にして、はいはいはい、ガチャって回すってことでしょ、うん、そうですそうです、ね、変わってないですよね。一応そうですね、値段だけ高くなってます人間なわけないだそういう風に、はい、まあ、ああいうガシャポン回してで回してるとこを回してるとこ、うん、本当に回してるようなことを自分で浮かべながら今回は確かに回してそうだなって思いました素晴らしい。もうちょっと音聞こえてきましたもん。マジですガシャ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 っていやいやいや、そのイメージは持ちました今回。いや、まあね、ちょっと悪ふざけの質問だと思ったんですけど、はい、ガチ回答いただきました。大丈夫です。いやでもやっぱりそれがこう声に乗ってくるというか歌に乗ってくるっていうのはやっぱプロならではっていう感じは、たかしこういうとこだぞなんとなくうまく歌ってるだけじゃダメなんだそれね、ウィアーのねレコーディングの時田中浩に言われました。えやっぱり、俺はめっちゃガチガチ緊張してるじゃないですか、初めての現場って、はいはい、これアニメの歌だから、はいはい、これはもう平仮名の北田宏のデビュー曲なんですよ。そうですよね、はい、偉いさんとか、うん、シュエーシャンさんとかいて初めてそういう現場で謎の人物たちがいっぱいいてガチガチだったけど、はい、そこをやっぱり子供たちの夢のために出航するんだぞ、出航すると、お前がこの絵をみんなに見せてあげなきゃ日本中の人にって言われて、笑顔で歌いって言われたんです。笑顔で歌ったら声も笑顔になるんだから言われたんですよ。それをすごく今、We Are 歌うのもう22年歌ってますけど、うんうん、もう22年すごく笑顔で歌うのを大事にしてます、ステージで。そう、いい話、めっちゃいい話。たかしちょっとかっこつけて歌ってる時あるもんねたかし笑顔で、笑顔こうやって笑顔はやっぱ大事だと思います。 We Are 特にやっぱこう明るいオープニングの、そうですね、ワンピースで冒険が始まるぞと、はい、ちょっといい質問。うるささ、うるささやっぱ大事だ。上等。なんか公平レベルか所長は。感性が。思いを込めてね、はい、歌うというのは、はい、大事だと思いますよ。なんとなく歌ってるとやっぱりそういうの出てこない。うん、そうですね。聞いてるお客さんも感じるってことですよね。そうですね、やっぱり。We Are ちなみにその今までまあ22年間歌われてきてると思うんですけど、はい、歌っていて特にこう気持ちいいなとか、うん、やっぱ好きなフレーズだったりとかってあります？はいはい、そうですね。あのレコーディング当時から、まあ、ディレクターにも言われたんですけど、うんうん、2番の、うん、しみたれた夜をぶっ飛ばせ、うんうんうん、何回やっても人並みぶっ飛ばせうまいよねって言われるんですしみたれた夜をぶっ飛ばせでぶっ飛ばすっていうのがなんか自分の中でも歌いやすかったりなのか、映像が描けてたのか、うん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 、その部分はなんか褒められたのをすごく覚えてます。意外と2番だった2番だった意外と、うん、意外とちなみにその先ほどのお話で、あの We Are 初めてのアニソンだったという話なんですけど、これあのワンピースマガジンなんかでもこうインタビューとかで藤林さんもあのおっしゃってたんですけども、仮歌を歌われてて、うん、それを聞いた浩平さんが、浩平さんが仮歌を歌ってくれって言われて、仮歌というのはね、ちょっと今説明が出てると思います、はい、仮歌を歌いました、はいましたはい、そしたらその北谷博士の声が、うん、ええやないって思って、まあ、仮歌を歌ったんですよ。そして、まあ、皆さんに聞いてもらって、はいはいはい、関係者に歌詞が決まってない、うん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 、どうしようっていう、うん、多分会議になって、なるほど、で小林さんが僕をのそのパワフルな部分とか、うん、これ曲に合ってると思うからってプッシュしてもらったのもあって、うんうんうん、アリーでこの人でいいんじゃないのっていうことで、いやすごい、まさかの奇跡、夢の夢のです。そこから22年ですもんね。まさに僕の人生を変えてくれた一曲だし、で僕の人生を変えてくれた作品との出会いだったんです。うんうんうん、それおいくつの時の話なんですか。31とかですよ、多分。高橋之助が今、うん、今33になって、まだ間に合う間に合う、ライバルライバル登場ですよ。ライバル、それ多い、レジェンド。ちなみにその、はい、これちょっと本当かどうかわからないです、はいはい、噂話で、はい、We Are で、うん、そのリハ撮りで撮ったテイクが本採用されたって。いやいや、それはない、それはさすがにない、それはない、おい嘘だぞスタッフ違う、それじゃなくて、いやさっき所長直したっていう、さっき所長確認したんですよ、はい、これ多分嘘だと思うよって言って
いやなんかそういう噂あるんですよねっていうすごいワンピース大好きなスタッフがいたんでまだ細かいメロの修正とかも多分仮歌の段階でまだあったと思います、はいはい、さすがにそれはない、うん、さすがにそれはない、うん、でもやっぱその田中浩平さんあのお話の中で、うん、作曲の際にこの曲は世界基準を意識したというお話をされているそうなんですよ、うん、世界中で愛されるアニメ、うんうん、アニメでありその歌はもうその世界基準のものにするぞという意識があったというお話があって、うんうん、実際にこう北根さん世界各国行かれて歌われてると思うんですけど、うんはいはい、どうでしょうその海外ファンとかの反響とかもうびっくりですよ まずえ俺のこと知ってんのかって思ったんですけど、うん、いざ行ってみて、はい、最初に行ったのブラジルかなブラジル一番遠いところ行きましたけど真裏に、ねうん、で1万人ぐらいおるわけですよ満単位満単位ドン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 ってイントロになった瞬間ドワーそやろみたいなえサッカーでシュート入れた時みたいなそうでしょ本当に音楽聞こえないぐらいの歓声、うんうん、あもうかき消されちゃってるんだで、めっちゃかき消すんですよみんな歌うから一緒に歌う日本語で歌うってことですよね1番終わって2番になるんですけどそっからトーン下がるんです知らないからそうだいぶ下がってサビになるとまたいや2番なのに1番歌うからちょっとこんがらがっちゃうさっきのねしみったれた夜がしみったれたのにありったけって言ったみたいな1万のありったけたい人にはしみったれで面白いこうせめぎ合うんですけどおめでとう話だそうでもあるんですけど本当にあの中南米のメキシコとか行って、はい、でこうスイスとか行ってもそうだしスイスとかスイスもう本当にすごかったのは UAE の、はい、アブダビの方に行ってアブダビ、まあ、まさかアブダビでって言ったらアブダビとか中東ってすごいワンピン人気なんですよねすごいゴールドの時、はい、そう映画のゴールドの時にすごい、ね、こういう王子がハヤブサ乗っけてこうやってハヤブサえそんなはいペルーここに乗っけてるみたいな感じのそうあのなんかね王子を紹介していただいたんですイベンターに、はい、本当にあの感じですレイバンのサングラスでこう白いショックで典型ねこれ早くてでこれなぜかって聞いたらこれってあのそういう象徴みたいですあ権威の象徴、王子様たちが、はい、結構ワンピース好きらしくてどこの世界行っても大合唱だし特徴的なイントラルだよね、うん、ドン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 もうそれ始まると本当にさっきも言ったようにみんながワクワク、うん、盛り上がってくるんですよね、はい、なんかカラオケとか、まあね、所長もたまに行かせていただいたんですけど、はい、やっぱり We Are 流れると、はい、なんかおもむろにみんなこう立ち上がってなんかみんな歌い出すんですよねそうでもね思いのほかイントロ長いあと感想長い感想長いこれイベントでどうしようかって思うし感想ね感想長いどうしようかな手持ち無駄手持ち無駄になっちゃうなっちゃう小平さんもうちょっと短くしてほしかったないやいややっぱウィーゴーとかもそういう系では僕あのイントロ聞いたら未だにこう飛び出しで入るんですけどはいはいはいダットットダットバンパララパララッパパってあのラッパ聞いたらもうめっちゃ自分がこうよし歌うべってパッパッパラパラってから走っててこんにちはってやるんですけどこれがいつも自分的に最高たまらないいい話、うん、あのイントロでもうスイッチ入りますねやっぱそこがあるんだな、ね、アニメの映像とかも含めてですけど、はい、なんかこう全て情景がこう浮かんでくるというかそうルフィたちが浮かんでくるっていうあのやっぱさあの最初のナレーションも聞こえてきますよねカラオケだと誰か絶対言ってますもん言える人がいるんだよね言える人が必ず一人はいる高橋之助が今多分言ってるんだけどねそこもね替え歌作ってねああいいですね作りましたそこもね、はい、ワンピのミバージョンにしてもらいましょう、はいはい、確かにちなみにそのちょっと話は戻ってしまうんですけど、はいはい、収録の時にこうなんかこんな出来事が、はいはい、なんか思い出深い事件とかそうですよねなんかことってありますかやっぱウイアはさっき言ったように本当にガチガチ緊張してて、うん、結構何も覚えてない系が多いんですよね出来上がってああいうとこ、うん、で出来上がって、うん出来上がりを聞いて本当流れるのか本当流れるのかって思いつつ初回を本当に正座待機して流れた母ちゃん電話その時おそらくもうあのこれではないと思うんですけどうちの実家はこれなんだあなるほどなるほどもう電話して、はい、次に作ってもらったウィーゴーっていうのは、はい、もうこれはねここまでレコーディングに気合を入れたことはないかなぐらいな感じそれは何とかっていうと、はい、北田博が帰ってきたぞ、うんこれで下手こけないというかファンの人に思いがあったんですよ。その時は2ちゃん世代
北谷博士帰ってきた時だダメやなとか書いたらもうどうしようかなっていうその思いを抱き合って絶対にみんなに帰ってきてやった、うん、ダディ帰ってきた、うん、最高とか言ってほしいがための準備を俺はしてウィゴを臨みました。だからめっちゃ今でも自分でウィゴを聞き直したりするけどおっさん熱いなって思います。熱かった。これ最初藤林さんもちょうどレコーディング最初の頃来ていただいてて、うん、はい、作詞の、はい、そんなにウィゴーとかその我慢って大丈夫なんですか喉とか言われるぐらいめっちゃやってました。そこまでやると思ってなかったんですけどみたいな。この歌はもう光栄さん曰く最高の曲というかB メロからサビまでが一息でつながってるという特殊な歌なので、最初練習するときにやっぱ息が続かない、うん、B メロまで息を持ってこ来ておいてサビでまたさらに広げなきゃいけないのである程度の空気を持ってないといけない。その辺の配分が難しかったです。それも最初だとやっぱ北谷さんクラスでも難しかった。すごい難しい。こんなことやったことがないよ。あ、そうなんですね。でそれがあったのと、うんうん、オーバーザトップ、オーバーザトップ、もうこれ最高。いや名曲です。名曲、名曲。これは一番嬉しいのは、うん、光栄さん曰く、はい、北谷博のオーダーメイドとして作ったなわけです。オーダーメイド、だから俺っていうのももう知ってるじゃないですか。どこまでが高い声ここまで出るよ、逆にここまでがマックス、高い声はここまで出るよ、はい、もう俺の人間味も知ってるし、うん、北谷博士の人となりを知ってるの、はいはい、お前の A とこを詰め込んで書いた曲やで、なので自分が歌ってるのもすごく気持ちいい。なるほど、頭から最後まで気持ちいい。最後のあのウイゴから始まった最後シャウトするオスさんのパターンですね、うん、小林さんが作って、はい、ウィゴー、ウィゴーとか、はい、C ですよ、ね、トップ 女子のキーですよ。で今回もオーバーザトップで終わるんですけど、はい、これもクソ高いのを叫ぶオスさんのパターンがもう決まりつつあって、叫ぶオスさんのパターンオーバーザトップってでも歌うとめちゃ気持ちいい。いやどうなの、オケもここで切れるわけじゃん。そうですね、ピタッとオーバーザトップってダーンって終わってイベントでお客さん走るとめっちゃ気持ちいい。確かに、なるほど、やりきった。でここで汗の一粒でも垂れたもんなら垂れたもんならやった感じがします。あ、なるほど。オーバーザトップは本当に、はい、まあ、あとは北谷さんのことを分かって作って、あと中盤であるこうダッダッダッっていうのも、ね、あれはちょうどその頃入りましたからね、流行ってました。そこからちょっとそういうのやりたいなっていう、インスピレーション、全世界でみんなが、はい、あの分かるオーバーザトップでこうやってやってみたいのを見たいなって、風景見たいなって言ってました。いや、ワンピースといえばって言われたらやっぱりビーアーになるんで、いや、まあ、そこは本当に その22年前の夏ネロをいつでもなんかワンピースにかけたものをバラエティとかでも使って、まあそうですね、はい、ポンって出た時ニュースとかでも出た時に、はいはい、ドゥン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 とかだ、あれ言ったけーのーパー夢をパーとか出るとやっぱりこうなんだなって。いやそうですね、やっぱね、うん、今の若い子たちもそれを知ってくれてるっていうのがやっぱ嬉しいし、でも本当はそれをしがみついてばっかりもいいよくはないと思うんで、新曲でやっぱりもちろんもちろんやっぱオーバートップもすごくやっぱそこまで行きたいなって思うんですよ。でもやっぱ We are WeGoオーバーザトップ、はい、まあ、3部作というか、はい、はそういう位置にいるんじゃないかなっていうのは、いや嬉しいですよ、ファンとしては思いますね、うん、本当にやっぱ個人的にもそうなんだけど、うん、さあ来週のワンピースはの時に流れるじゃないですか、うんうん、それって実はウィアとウィゴとオーバーザトップなんですよね、うんうんうん、はい、そうなんですよ、うん、このこれは涙出るほど嬉しいですよ。いやなるほど、裏でね流れてる BGM がってことですよね。そう、あれがだからやっぱ、はい、そういうそこにもう俺がいるんだって、だから俺が離れてもまだ、うん、まだそこに関われてるっていうのを自分の中でやっぱ自分の好きなアニメの作品でもありますし、はい、やっぱ嬉しいですよね。ちなみにこの仲間がいる YouTube の BGM は、はい、まさにその3曲。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。権利関係が楽だったって噂。あ大人の事情なんちゃって、てへ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 。いやいや、やっぱりねこの曲はワンピースの番組、あの、はい、まあ、仲間がいる YouTube というワンピースの番組では、はい、この曲は外せないだろうと。いや、まあ、そう言っていただけると本当に嬉しい感じですね。ということで北谷さん、はい、本当に今回はちょっと歌も聴かせていただいて、はい、そしてこんなね、あの人間の人喋っていただいて、ありがとうございます。高橋のすけ見てるか。いや楽しかったです、ここまで来たぞ。
めちゃめちゃ面白い話ばかりでした本当に、うん、毎回これでいい毎回今週の北谷さんトークみたいなね何やしていこうかな俺ら毎回これ聞いてじゃあちょっと最後にはい、はい、この番組を見ている、はいファンの皆さんにですねちょっとメッセージをこっちでは い, いただければと思いますので、はいうん、それでは仲間第0号のみんな100巻超えましたそして1000話を迎えます、これからね本当にこれからさらに、ワンピースの世界は面白くなりますそれとともにですね、僕たちの、ワンピースの歌も愛していただけたらと思いますこれからも応援よろしくお願いしますはいということでございましためちゃめちゃロングやん超ロングインタビュー、いやすごかったな、ね、物量がまず、ね、まず声がすごい仲間がいるよチューブとかっていうのと反省したもんねどうも仲間がいるよチューブですあすごいすごいいいですねいい感じでいかないと歌う時その笑顔を意識するとかっていうねそう、いやその話もさ、たかしまだちょっとそこやっぱカッコつけてんじゃないいやちょっとそれはそうですよのすけの方がだからまだダニ式だよ偶然ではあるんですけど偶然の産物偶然の産物ではあるんですけど We are は特にやっぱりその元気な明るい笑顔の歌だという話だったりとかどうなんか気になった話あったほとんどがだってなんか初出しというかねいや本当そうですねからのでしょってこんなに長いのないからなんか前テレビかなんかで、うん、あの北谷さんがそのデモでしたっけその送ったあ、仮歌のね仮歌のやつね それで採用されたみたいな話は知ってたんですよ、うんうん、そうね改めて本人の口から聞くとすごいなと思うしそうね、はい、あとやっぱ海外ですよね面白かったね、ね、海外の話どこ行っても大合唱起こるっていうのがハヤブサ乗せた王子までこうするわけじゃなくてハヤブサこのまま本当にいるんだって、ね、王子エピソードは海賊王 TV とかでも出るんだけど、はい、なぜかカットされてるんだよね、念のためだ念のためだと思うなるほどこの番組はもう出すからお強気強気だな行きますね所長今日はダニーさんの話だから別に所長だいぶいい感じで聞けたと思ってるんだいやすごく良かったです。良かったでしょ。し、はい、あとでも一点だけ、うん、あの北谷さんのライバルはやめてください。え？マジで。すげえこと言ってる。勝手に光り出しましたからね。本当にマジで。涙出る前にキュッてやったから。ライバル認定です。すげえことになってる。締め付けられちゃった。もしかしたらまたなんかね何かの機会に北谷さんとは会うかもしれないですね。はい、いやまあだから今回ウィーアーやったんで、はい、もう次ウィーゴーです、ね。いやいやいや。オーバーザトップまでやるんだ。ですよね。三部作ですからね。ビーゴーとオーバーズトップ、むずいから言ってたよね、うん、いやもういや分かる、そこは高橋も使えないなと思うわオーバーザトップの最後のとことかはあまあ言ってたもんね、最後やっぱ持たないの、普通のなんか謎の言語で言ってたもんねシーはどうとか言ってたもん日本語でしたよ、日本語でしたドレミファソラシドで言ってと思ったじゃあシーはどうだよ、シーはどうだそうなんシーがどうシーはどうですじゃあどうでいいじゃんいいからややこしいからもあんのよ、そういうのがいやでも本当にやっぱ歌企画はね、盛り上がりましたねいや楽しい、最高素晴らしかったと思います本当に北谷さん、貴重なお時間、貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました拍手最高でした最高でしたということで実はですね、はい、北谷さんにもう一個お願いをしていつもの我々の、はい、あの締めの挨拶を、うん、ダニーバージョンダニーバージョンすげえダニーバージョンやばすげえそれを二人から振ってもらって、はい、我々ポーズを取って、うん、今回は締めたいと思いますでは北谷さんいつものお願いします次回もこの動画に仲間がいるよ！ワンピース仲間がいるよ YouTube では今後もワンピースに関わるさまざまな企画をやっていきます高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう次回もこの動画に仲間がいるよ！